なるほど次のお仕事は中華風の世界観をイメージしたスチール撮影ですかそれはとても素敵な試みだと思います書物の源流その一つは中国にあります甲羅や骨実感紙 現在の本は連綿と受け継がれてきた文化の成果ですその文化をイメージした服をまとうというのはとても誇らしいことですねただ私にその素養があるか少々不安です中国の書物も 多く読んでいます。ですが、それで中華風の雰囲気や立ち居振る舞いまで身につくわけではなく、撮影場所は浮世離れした戦況をイメージしていると伺いました。ただの本好きに過ぎなかった私に、千人のたたすまいなど、 私の部屋も本に囲まれて十分浮世離れしているでしょうか。確かにそうかもしれませんが。ともあれ、私にはもう少し勉強が必要です。書だけでなく実体験としての何かが。 それを探しに行く旅「お付き合い願えますか?」「今日はお付き合いいただきありがとうございますプロデューサーさん」「この茶層が私が見つけた実体験の場所です」 これは工夫式といって中国の伝統的なお茶の入れ方だそうです。手間がかかるので一般的ではないようですが、空き時間にここを訪れては一人静かに中国の書物を読んでいます。 普段とさほど変わらない、と、お思いでしょうね。けれど、ここは、私が求めた雰囲気に満ちています。ゆったりとした時の流れと、華やかで、優しいお茶の香り。ここで過ごすことで、 自然と私も、戦況の空気をまとえると思うのです。そうすれば、被写体にふさわしい私になれるかと。幸い、撮影の日までは、時間があります。ですから、ゆっくりと、焦らず丹念に、 自分を仕上げていくことにします。プロデューサーさん、あなたも今は日頃の雑事を忘れてください。ただ静かにお茶の香りと味を楽しみませんか